カニャとマッです。さあ今回なんですけど、もちろん追加ガチャビビリエル。きっと使える。ワイポが消える。といった感じでしょうか。はい、必殺技スキル、この辺は言ってた通りかな。プニゲシとボナダマ作るスキルが復活ということで、まあ、特殊能力が強いかな。満開の間、まだ勝ててない人も多いでしょう。花坂丸ね、花坂丸に対して強いんで、ガチャで出してから使ってみたいなと思います。 1.6 だったっけな。 1.6 やね。 1.6 ハーク行きましょうか。最近なんか確率あんま関係ないんじゃないかなって思っては来てるが、まあまあ高いに越したことはないということで、追加ガチャなんで目標は100連以内で出したいなと思います。いきましょう。せーの、レバー1。ビビリエル10連で終える。しつこいですね。いやー、10連で終えなかったわ。多分これ終えなかったわ。まあまあ大丈夫でしょ。さすがに 1.6 はただ確率高くても関係ないとか言いながらも安心してる感はあるけど、行きましょう。にょっ、パスが出る。ビビリ L やね。パスが出るじゃないわ、ビビリ L や。そんなことある？10連一番最初パスはさすがにビビるわ。あとスコアタかな。まああんまスコアタやってない人は関係ないけど、スコアタで 200% かな、ボーナスつくから、スコアタのパーティーがね、まあ変わるっていう感じかな。まあスコアタ多分明日ね、また動画で、やりたいなと思います。マジギレーのが出ます。たまには20連ぐらいで終わんねえかな。いきましょう。にょっ、あーマジロー温泉。キラマロキラマロキラマロ。あとなんか使いどころあるかな、この子。イベント終わってからはあれかな、薄ら影の復活スキル持ってないよっていう人はワンチャン使うかもしれない、イベント終わってからでも。じゃでも急に喋っちゃったから調べるの忘れたけど、多分薄ら影の復活といえば日の神シャドウとか、地獄アサシンとか超覚醒フクロウとか、その辺かな。その辺持ってないという人はマジギレーノからの、マジギレーノ、マジギレーノ、そう、その辺持ってない人はまあまあありかな。あと硬いとかもそうかな。まあ SS だけどね、結構言えたね。まだいるかもしれん、ごめん、まだいるかもしれんけど、まあその辺持ってないという人はね、うん、イベント終わってからでも使えるかなと。そろそろ話がきつくなってきたで。いや、そろそろ話がきつくなってきた。じゃ、今来た、マジギレの3体ぐらい出てない。これ40連目だよね。そろそろ来てもいい。そろそろ来てもいい。止まれば、ビビレルです。はぁ、カンフーマ。最近ダメだな。最近、またダメになってきたな。もうスコアター、ボーナス 300% だから多分、100億超えれるよね、多分。100億超え動画出そうかな。もう金タップでいいかな。次から金タップでいきましょう。これ50連目だもんね。ちょうどいいわ、ちょうどいいわ。100年以内で出るから。間違いなく出てくれると思うし。この3つでワンチャンある。ちょっと流れが悪いんで。下から行きたいなと思います。キュービ。ブリーが出る。もう、もうえって。金タップゾーン突入。全然さ、金タップゾーン突入とか言って嬉しいことじゃないのに、なんか嬉しいことみたいになってるやん。あー、60連目やばいよやばいよやばいよ。そう、結局金タップゾーンすると来ちゃうんです。行きましょう。んじゃ、闇キュービからの鬼雲、そしてコマさんになって止まらない天狗。燃えて、燃えねん。もう、出た。もう、金は出るんだよ、最近。全部今、金あるもんね、一応ね。金は出るんだよ。そう。金は出るんだよね。はい！
もうなんでそのキラマロとかが出るの。いてもよくないそろそろ。ちょ、やばい。嘘でしょ。何連目？80連目かな。もう80連目？早っ。ちょ、やばい。金も出なくなった。船舶。ちょ、本当に出なくない？90連目？嘘でしょ。ちょっと、みんなも引いてるかな？もう、そう、俺の最強の必殺技。早送り行きましょう。3、2、1、5。ビリエル、それは、剣だけどビリエルじゃない。ビビっても、出てこいよ。ビビってよ、ほら、出てこいよ。ビビエルちゃん、出てこいよ。ほら、出てこいよ。ほら、出てこいよ。100年目でいいっす。100年目でいいっす。神引きはなくなったわ。それはやりすぎ。それは3、2、1、5。早送りしたら、ビビッ、出てきて、ビビッて、ほら、出てきてもいいんだよ。ほら、出てきても、出てきても、L、出てきたら、終える、出てきたら、終えない。なくなるの？嘘でしょ。8万ポイントなくなるわ、さすがにやばい。さあ、赤、金、2。はい。もうって土のシャドウ。もうメカキュービー。ちょ、やばい、本当に言ってんの？え？もうええねん。もうみんなもお腹いっぱいなはず。はい、はい。もうみんなも大丈夫でしょ。もうこんなに回したらもう十分でしょ。よし、ひし形いきましょう。一番のチャウネン、鬼マロリーダー。チャウネン、鬼グモ。チャウネン、コマジロウ。温泉コマジロウ。え、マジで言ってんの？嘘でしょ。あと何連？やばくない？あと60連ぐらいじゃない？ってことはやばいって。2個あればそのうちいける。ちょ、出た、同じ繰り返し。鬼ガマの方になったわ。鬼グモから。え、あと50連だよ。よしよし、2個なら許す。もうその辺いらないって。その鬼グモ、鬼マロリーダーだから言ってるやん。鬼マロリーダーあたりはいらんって。ちょ、これマジでやばいって。え、マジ？なんだこれ？鬼ガマ、鬼グモ、違う。鬼ガマ、鬼マロリーダー、鬼グモの地獄の尾だ。地獄の尾が続いている。はい！もうたまに土の子シャドウ。一番下はやっぱり罠じゃなかった。間違いないでしょ？追加ガチャのビビリエル！遅いよ！危なかったよ。ビビった天使を脅かすんじゃねえよ。あ、これ天使なの？全然気づかなかった。あ、そういうことか。天使だったのか。顔が天使じゃないからさ。結構回しちゃったよ。150連ぐらい回したんじゃない？まったく。はい、ってことで残りワイプでわかるわ。150連ですね。神引きとは言えなかったでしょう。ビビれる。早速使っていきたいと思います。行きましょう。 Ready Go。 さあ行くぞ。はい、ってことで使っていきましょう。 HP は 199%、 漢方1個かな、1個使ったと。でビビレールだけかな、一応入れてんのは。特殊能力、技レベル4。行きましょう。全部薄ら影、まあ、漢方なしでは無理かな。無理やわ。ただまあ漢方少なくいけるのかな。 HP15000、 ただ受けるダメージは620やね。あのニャーキービーとそんなに変わんないかなっていう感じ。ただニャーキービーだけでもあの漢方なしでいけなかったから、まあそれと同じ感じかなという感じかな。ただ反撃もなんかちょっと減らしてるかな。これでいこう。ビビロニア神話、これで14万やね。技レベル4で、
技レベル4で14万。ただ今ちょっと見えたかわかんないけど、反撃が1100ぐらいあるんだよね。もともと1400ぐらいやったから、まあちょっとはね減ってるんやけど、それでもやっぱ1000ぐらい食らうから、んー、なかなかあれかな、最強っていう感じではないかな。これで14万。もう1発ぐらい一気に押したら、これデカプニンを利用して、デカプニンを利用できなかったわ。惜しい。あー無理か。で14万。うん、オゲイ、これは2発いけるかな。2発撃てば、あでももう HP きついもんね。もう HP きつし、20万ちょいぐらいはいけると。24万ぐらいか、まあ、技レベル4でこんなもんやね。いやー漢方1個じゃ半分は無理か。あーでも惜しいな、半分は無理かな、半分は無理っぽい。最後、あーもうきついな、もうきつい。もうここ打つか、ここ打って、これあれだよね、多分 HP0 になったら勝手に溜まるよね。 OK、 まあうまくいけば半分ぐらいいけるって感じかな。技マックスだったら半分ぐらいはいけるかもしれん。そんな感じやね、漢方1個で。で、ただあれやね、ビビレール復活持ってるから、こうやってやられても、前もやったけど 10% ね、来るかな。 10% 来ないか。てか時間な、あと4分しかないんだが。おお 10% 来たね。 10% 回復すれば、なんかの動画でもやったけど、あの漢方3個でいった動画かな、でもやったけど、例えばこんなパーティーでやって、ちょっと時間ないから急ぐけど、多分暴走炎までサボらせてる間にこのビビレールを貯めればいけると思う。2発打てると思うんですよね。ちょっと 見づらいな、ちょっと見づらいけど、多分一発は耐えれるくない、下手したら。あ耐えれるじゃん、耐えれたわ。でこれで一発打って、一発打つでしょ、で復活したらまた溜まってくれるから、勝手にほら溜まってくれるでしょ。だからこれ2発打てると、これで多分9万9万与えたらしい。これだいぶ HP 減ったから、まあ HP10% もらえれば漢方なるべくこう少なくね、うん、いけるかなといった感じかな。オゲイ、オゲイ、まあ、ちなみにこれダブルで入れたら、ただダブルで入れてもこれ反撃が1100でしょ、結局1100食らうから、あの漢方なしで行こうと思ったら無理だよね、うん、まあ少なくはいけるけど、もうちょっとごめん時間なかったから、あの漢方 L で回復しちゃった。おー40万ぐらいいった。おーめっちゃいいダメージ。通常は465食らってるわ。まあそこまでやけどね、それはそこまでだけど、やっぱ反撃1000ってめっちゃ痛いやん、めっちゃ痛いから、うん、結局漢方なしでクリアするのは無理やつやね、これ無理やつだね。これでいけるかな、もうこれデカプニ結構強いよね。これで2発いけるもんね。これで届くかな、ついでに打っとこう。これでたまるでしょう、いけるかな、微妙やな。技レベル4、あこれ4のままです、4のままいけるかな。うん、43万、いけるんかい。オゲイ、まあまあ最強パーティーにしても漢方1個じゃきついかな、多分。まあいやまあでも2個ぐらいいるかな多分。まあとりあえず漢方0はね結局厳しいといった感じです。オゲイ、まああのお助けがね、お助けのやつ、あの 10% 回復がずっと来れば、あの漢方0でもいけるけど、普通にっていうのはちょっと厳しいかなといった感じです。 OK、 はい、ってことでこんな感じで技レベル4、これ喋っただけか、だけですね。スキルレベル1でもね、ちゃんと技があの HP0 になったら溜まってくれるから、まあまあそこは強いんじゃないかなと思います。ぜひガチャ引いたという人はガチャ結果コメント欄で今日もお待ちしております。ということで本日は以上になります。よろしくチャンネル高評価ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ明日はスコアタ。